はいどうも、パロプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は危機感皆無大会裏は名古屋対裏マッチレビューですね。やっていこうとお伝えしてよろしくお願いいたしますと。 ということで、まああの、例の件ですね。まあ、ちょっとよろしくないことが、えー、ピッチ内、スタジアム内で起きたということで、僕もちょっと昨日ね、夜勤中だったんですよね。で、夜勤中にね、あまりこう試合の結果見ないようにはしているんですけども、ちょっとね、NHK のニュースの方とか、ね、あと、ヤフーニュースか、ヤフーニュースとかをこう夜勤中に、えー、見ていたらですけどもね、まさかね、ヤフーニュースとか、NHK のニュースの方でね、この話が流れてきて、そこで、ね、試合結果をしてしまってね、 わー、マジかよって思いつつ、もうすぐにこう、あれなんか良くないことが起きてるんじゃないかっていうことまでは、まあ、理解は、えー、したんですけども、その話に関してはちょっと別に動画を撮ります。とりあえず今回は、えー、試合の振り返りをして、ね、今ちょっと僕が、えー、思ってることに関して、ね、その試合後の、えー、出来事についてはちょっと、ねまあ、別に動画を、えー、上げようとは思ってます。多分この動画が上がった後にですけどもね、えー、上げようとは思ってますんで、ちょっと,とりあえず今回はまずは、えー、試合の振り返りを、えー、していこうと思ったんです。 よろしくお願いいたしますと、えー、いうことで、まあ、正直試合振り返るような気分でもないんですけどもねまずこちら、えー、名古屋浦和3対0と。 えーいうことでまあ結果、惨敗まあゲームは見ましたけどもまあ前半は売られたシュートゼロそしてまあ名古屋が好き放題やってくれたなという感じがしますまあ、好き放題やってくれたなっていうかねやらせてしまったっていうのは、えー、ありますよねでまあ正直この辺りからもう2巡目の対戦というのが始まるまあ今回ねカップ戦なんでリーグ戦の2巡目の対戦とは違いますしまあ、名古屋とはですけれどもね、えー、もう1回今月ゲームが、えー、ありますまあ、そこでだから今回が次が 目の対戦にはなるんですけども、それこそね、前回のセレッソ大阪戦もそうですし、FC 東京戦もそうですけども、やっぱ二巡目の対戦が始まってからね、いいゲームが、えー、できていないというのがは、売らレッにはなってきます。まあ、それこそね、さっき言ったセレッソ戦とかトレーニングマッチの FC 東京戦も、まあ、敗れておりますし、まあ、そして今回の名古屋戦、まあ、二巡目の対戦が始まっている中で、こう、勝てていないみたいな、えー、内容がよろしくないみたいな、うん、ゲームがついております。で、相手も二巡目でね、売られてのことを、 えー、分かっていると思います。やっぱりこうスコラジャ監督になって、ね、新しいウラレッツっというのが、えー、今シーズン始まって、ね、春先やっぱどういうサッカーするんだろうみたいなところもちろん情報としては、ね、最初の対戦の時も持っていたと思うんですけどもやっぱこう実際、ピッチで戦ってみると、ね、思っていた以上にこう相手からしたらこうスコラジャ監督のサッカーっていうのがちょっと思っていた以上に、ね、ちょっとやりにくいみたいなところもあったかもしれませんがねしかしそこもやっぱ2巡目になったというところもある程度こうスコラジャ監督の、えー、ウラレッツというチームはどんなチーム 向かうっちゅのがえ分かってきた中で、やっぱ最近調子が上がってこない。まあこのね結果がえ結果も内容も伴っていないというところなんですけども、裏もでも二巡目なんですよね。これねだから相手も二巡目だけども、されど裏も二巡目というところなんですよね。もちろんこれ相手がね二巡目だからこれ研究されているみたいなところもあるし、実際そうなんでしょうけれども、えー、しかし裏レットも二巡目の対戦、まあ今回名古屋戦が二回目の対戦ということなんで、そこなんか分析力とかで負けてしまったのかなーっていうのは。 うん、正直あります、やっぱこうピッチでこうどういうことを表現するかっていうのはある程度やっぱ分析とかデータを用いて、ねまあ、1巡目の対戦ではこうだったとかなので、まあ、だから結果としては相手の方がウラレッをうまいこと分析しているのかなっていうのは、えー、正直ありますよね、まあ、だから、ね、ウラレットにしても名古屋にしてもそうですけども、まあ、1巡目の対戦ではこうだったからじゃあ次は交渉とか、ね、あれから何試合か、えーね、ゲーム進んでいる中でじゃあ今回はこうやっていこうみたいなやっぱりお互いがお互いを分かっている。 ってなると、やっぱりどんだけね、相手のことを理解することが、まあできているか、どんだけ相手を分析することができているかっていうところが、やっぱり鍵にはなってくる。これが二巡目の難しさにはなってきますんで、まあ単純に、やっぱ分析能力とか、そこで名古屋に売られたは負けたのかなっていうのは、えー、感じますよね。そしてもう一個、あの、期待してはいけないエリア内近辺での連携って書いてありますけどもね、まあ要は得点パターンのこういう形でやっていこうみたいなところなんですけども、これ多分昨日ね、裏らチャンネルさんで島崎さんがね、 裏ラの島崎さんがおっしゃられていたんですけども、ちょっとこれ、ね、ゴール前でのこうつなぎとか、えー、ゴール前でのプレーとか、ね、そこら辺の連携が、えー、まだまだ、攻撃の戦術っていうのがまだまだ、ね、未完成な状態みたいな話を確かされていたんですけども、そもそもね、ウラレッツというか、スコルジュ監督っていうのは、ゴール前とかエリア内近辺で、こう、コンビネーションで崩すみたいなサッカーは、そんなにやっていない、まあ、それこそ、ね、別の動画でも話しましたけどもね、レフポズナン時代のサッカーと、今、ウラレッズやってるサッカーって、全然違うんですね。 まあ前も話しましたけれどもレフポズナン時代のサッカーっていうのは今の裏やってるみたいに後ろからこうセンターバックとかボランチが絡んでビルドアップしていくみたいな形じゃなくてもうセンターバックとかゴールキーパーがもうロングボールを蹴るんですよねもうロングボールを蹴ってね背が高いセンターフォワードに当てておいてその競り合ったボールを全速力でまあ2列目の選手が回収していくみたいな戦いなんであまりこうコンビネーションとかね小難しいことをやるとかそういうのじゃない本当フロンタルとかマイノスみたいなそういうのでは なくてもちろんこうポケットを取るとかねまあ、現代サッカーで重要なことは、えー、レフポーズなん時代もやってはいたんですけどこれというねこれと必殺スコルチャサッカーみたいなものはゴール前ではあまりないっていうイメージがどうしても僕はあるんでだからまあ期待してはいけないって書いていますまあ、ちょっと期待していけないっいうのはちょっと言い過ぎかもしれませんけれどもそもそもこうゴール前でこう、ね、他のチームよりも何か違うことをやってくるとかね尖ったものを見せるみたいなものよりも,もう現代サッカーのセオリー通りり、ね、ポケットを取るとかそういう当たり前のことをやる みたいなところがやっぱりありあます当たり前のことは当たり前にやるみたいなところが、ね、スコロジュ監督のサッカーな感じが僕はどうしてもしているんでねってことであまりこう期待してはいけないっていうい方が本当はよろしくないのかもしれませんけども攻撃の構築に関してはやっぱレフポーズなん時代と違うことをやっているんでどんだけ監督の中でそこの、ね、手札があるかどうかっていうところちょっと僕も気にはなっているちゅいう話はちょっと、ね、別の動画では話をしたんでねこっからどういうふうにやってるか、まあ、大体こういうねこうゴール前で細かい やらないサッカー、スコアジャ監督、サッカーももちろん何回もいますけどもね、約束事あってこういうふうにやっていこうみたいなところはやっぱ練習レポートとかね、それこそキャンプ練習のレポートとか見ていて思うんで、もちろんこれ、監督の方っていうのはあるんでしょうけれども、それが特別ね、こう最先端のことをやってるとか、なんかそういうことじゃなくて、やっぱこうね、基本に忠実にポケット取って、まあ、エリア内で人数かけていくみたいな、そういうところにはなってきますんで。 あんまりこうゴール前でのコンビネーションとかに期待するよりもやっぱこう個人の選手がどういう,ふうにやっていくとかねピッチなある選手がまあどういう,ふうに表現していくかとかそっちになっていくのかなっていうのはえ感じますけどもねでまあ敗戦の要因の1つっていうのはやっぱそういうところかなっていうのはえ感じますやっぱこうゴール前でのねまあこれせっかく1週間ねお休みがあってそこからまたねリーグ戦再開に向けて練習をしてきてはいるんですけれどもそう攻撃の型ていうのがやっぱり今のところ定まってい,ない感じがえしますこれがやっぱり やっぱ裏の攻撃のパターンだよねとかこれが裏の点の取り方だみたいなところはうん正直今んところあまり見られていないんでねそこでも求めるのはちょっとスコジョ監督には違うのかなっていうのはうん感じますがただそこのパターン化された攻撃がないっていうのはちょっとね疑問点と敗戦の要因の一つかなっていうのを感じますけどもねでまあ,あとはユンカーに決められた責任ですよねこれどうすんだっていうところまあ本当恐れていたことがっていうところにはえなってきますまあユンカー得点決めたとね気持ちよさそうでしたけれども ねということで、本当であればねこの試合は出られないみたいな契約が、ね、ベタなはずなんですけどもやっぱこうややこしい契約の、えー、問題でこの試合、試合に出て、まあ、決定的な2点目を決められてしまうとねいうところなんでこの責任はやっぱり、えー、強化部にあるんじゃなかろうかというところですよね。ででまあ、売られてもだから後半若干修正はかけけたんですけどもし その修正がいい方向に向かうことはなくですけどもね、えー、敗戦というところこれで、まあ、ウラレット天皇杯は、えー、終わりというところですねまあもう一個だ名古屋ねマテウスというモチベーションも、えー、あったんじゃなかろうかっていうのを感じますよねであとは、まあ、西川選手の頑張りが前半、えー、ありましたまあ最終的には3失点はしているんですけども本当前半のうちにもっと点が入っていてもおかしくないみたいなゲーム展開ではあったんでまあね西川選手の頑張りこれねフィールドプレーヤーですけどもね奮起、えー、してほしかったちっいうところには、えー なってきます。 でまあ、補強の話で盛り上がる現状に、えー、危機感は感じたのかっというやっぱり思いますよねやっぱりこう僕もそうですけどもねやっぱりあの選手来ないかとかねあのポジションの選手補強必要だねみたいなところでワクワクしてはいるんですけどもてことはやっぱ既存のメンバーに我々は満足はしていないというところこれがあんまり選手には伝わっていないのかなっていうのは感じますまあ、もう1個やっぱ思うのがですけどもねやっぱ中島選手にしても、えー、安倍選手にしても2列目の選手ですよね。で噂が,上がって てアマラウ選手も2列目の選手なんで今日出たメンバーでいうと関根安い大久保あなたたちのポジションが必要とされている北京、まあ、が必要物足りないって感じられてるっていうのがやっぱりこれサポーターのまあそう言うとまで言いませんけどもねそう言うとまで言わないけどもやっぱりそう思ってるサポーターが多くて実際、強化部はですけどもねまあ2列目の選手の質にやっぱり不満を感じていて北京に動いているというのがありますんであんた方3人がね頑張んないとっちいうところやっぱりね、えー、感じてほしい期間中の、えー、感じてほしい。もう変 下手すりゃ、ね、中島翔也とかね、阿部選手、天浦選手来ればね、あなた方はベンチ、もしくはベンチ外になる可能性だってあるんだよみたいなところをやっぱり感じ取ってほしい。まあ、いきなりこうレギュラーで出てた選手がベンチ外になることは、まあ、可能性としては低いんでしょうけども、まあ、しかし、ね、これから出場時間減っちゃうよっていうところには、えー、なってきますよね。ちょっとこう危機感を感じなさすぎじゃなかろうかっていうのはありますし、いや、俺たちのポジション補強必要ねえぜくらいの、ね、プレーをこの試合、えー、見せてほしかったんですけども、残念ながらそういうプレーはあまりなかったと。 えー、いうと特に大久保に関してのと期待しているだけですけども、ね、本当に不満が残るプレーが最近続、えー、いているというところにはなってきますね。であとまあ監督も監督でもう、ね、こうリカルド監督のコピーじゃなくてですけどもね、まあ、コピーはコピー、まあ、コというコピーでもないのかもし、えー、れませんけどもやっぱ自分がこう、ね、勝ってきた戦術でやるべきじゃなかろうかというのは感じててやっぱりこれまでスコレジた監督っていうのはですけどもね、えー、ウロレッツはこの数年間築き上げた、ね、ものそこをリスペクトしてくれているからこそ ですけどもね,、えー、ねそこの戦い方急に変えることなくね自分の色と、えー、前任者が、ね、やってきたサッカーを織り交ぜながらやってる感じがするんですけども、もだから何回も言ってるんですけども、もレフポズナン時代で勝ってきたサッカーじゃないんです、やっぱこう俺は現在、やってるサッカーっていうのはそれができない中のやのぱ最前線の選手の高さがないっていうところでしょう、まあ、途中でも言いましたけど、もね、まあ、レフポズナン時代のサッカーっていうのはう後ろからちまちま,ちま,ちま、えー、つないでいくんじゃなくて、もうセンターバックの選手がもうセンター方 フォワードの選手に向かってロングボールを蹴ってその、えー、セカンドボールを拾っていくみたいなサッカーなんででもって、まあ、センターフォワードに高さがないもんっていうところには、えー、なってきますまあカンテがいるっちゃいるんだけどでもそれができない現状であるのは分かるっちゃ分かるんですけどもね、まあ、だから監督は監督なりんですけどもね、まあ、スヌーピーの名言にあるように、まあ、配られたカードで、えー、勝負するしかないみたいなところにはなっていくのかもしれませんがただやっぱりね監督がやりやすいサッカー監督が勝ってきたサッカーをやるための選手をやっぱり強化部を集めないと いいけないというところになってきますんで、まあ、やっぱセンターフォワードのところですよね。の補強中のやっぱり必要、まあ、もちろんこれね、中盤の選手の補強中のもこれからまだまだあるかもしれませんが、しかし、やっぱ監督のサッカーって考えたときに、例えばレポーズ団時代のサッカーを考えたときに、やっぱそこで一番重要なセンターフォワードの選手が競り勝つっていうところがやっぱ大事にはなってきますんで、ね、そこの補強中のやっぱりなくていいのか、まあ観点は来てはいるんですけどもね、うん、しかしそれではそれができないというところなんで、本当そこはちょっと疑問には、えー、思うところ なんでまあそしてフットボール本部はですけどもね、やっぱりこう監督がやりやすいサッカー、まあ本当、そこを実現できるサッカーをできるための選手の質っていうところですけどもね、えー、求めていってほしいところにはなってきますけどもね。と、はいうことで、以上になりますね、以上、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつッツンでしょうか、チャンネル登てます。さらっ